こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、MFH モデルファクトリーヒロの12分の1フェラーリ F10 トルコグランプリ仕様、こちらの制作の続きやっていこうと思います。はい、で一応今月末のね、モデフェスに間に合うように制作しているので、残りが、何日あと、まあ1ヶ月弱っていう感じになるので、残りしっかりとやって、皆さんにこうおっと思っていただけるものを作りたいと思ってますんで、お付き合いください。で今回はね、ボディの研ぎ出しをやっていこうと思います。まあ他の作業と並行してやっていくんですけども、ボディの研ぎ出しをやってあげてボディ仕上げてしまえばもうつけれるものをつけていけるんで、その辺やっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは、今回はボディの研ぎ出しやっていこうと思います。まあ結構ね、今回ウレタンクリアで綺麗に、濡れてるのは濡れてるんですけど、こんな感じでね濡れてるんですけど、やっぱりよく近づいてみると少しゆず肌があったりとか、あとまあこういうホコリですよね。こればっかりはどうしようもない、見えるかな、ここちょっとホコリがねついてたりとかするのと、あとまあやっぱり若干クリアだまり、このねこういうパネルラインの縁のところとかにクリアが溜まってて、こうやってハイライトがね歪むっていうのがあったりするので、この辺をね、もうちょっと綺麗にしていこうかなと思います。なんでまあ使うのは3000番の猿削りを使って表面をね軽く削っていきます。でね、軽くペーパー当ててあげるとより分かりやすいと思うんですけど、こうやってね軽く当ててあげるとペーパーが当たってるとか当たってないとか、ここのクリアだまりだったり、このホコリだったり、あとこういうちょっとしたゆず肌だったり、こういうのがね見えてくるので、これを均等になるように、均等になるように3000番で全体的に削っていきます。結構3000番でね全部これやろうと思うと結構時間かかるんですけど、ただ3000番ぐらいでやっとかないとね、この後コンパウンドで磨く作業がすごく大変になるんですよ。なんでまあ3000番ぐらいでやっていきます。だからこの時はね、この使うヤスリがどんなヤスリを使うかで結構ね作業性が大きく変わるっていう感じですね。僕はこの猿削り、まあいわゆるトレカットって言われるやつですね。コバックスが出してるトレカットって言われるやつなんですけど、それを使ってるんですけど、これは結構ね、3000番にしては削る力が強い上に、なかなか劣化しにくいっていうのもあるので、結構ね、こういう作業には向いてるかなと思います。ただまあ難点はね、1個のロットが多いっていう、一番ちっちゃいパッケージでも、これが8枚入って、これが8枚ついてるシートが50枚入りっていうのが一番少ないロットなんですよ、メーカーで直で買うと。なんでちょっとねそんなにいらんだろうっていうのがあるんで、それをこう小分けして猿削りとして販売してるって感じですね。一応ちゃんとコバックスさんに許可取ってますからね、うちはコバックスさんにこういうことしていいですかっていうのでちゃんと許可を得てやっておりますので、ご安心ください小枠さんうち来ますからね。なんでこれでねせっせとせっせと削っていきます。でこう削った後を見てみて、まあ均等にこういう風にねツヤが消えてる感じになってればまあ OK かなと思います。これやるときくれぐれも下地出さないようにね、下地というか下の塗料まで削ってしまわないように注意しながら全体やっていきます。はい、で3000番をねかけ終わったんですけど、まあ24分の1スケールだったらねこっからもうコンパウンドいってもいいんですけど、さすがにこのサイズってなるとこっからコンパウンドでねこの3000番の傷全部消すっていうのはかなり骨が折れるので、ちょっとね間に、この紙安のね交番手セット、磨きセットですね、これを使ってもうちょっとね表面の傷を
消してあげようと思います。はい、なんでここら辺のやつはもう基本水研ぎの方がいいので、水研ぎでねやっていきます。まず4000番からですね、4000番をかけて、3000番の傷を消すという感じですね。でやっていきます。でこの時気をつけないといけないのは、この4000番で3000番の傷をしっかり消しといてあげないと、次この番手を上げた時、番手を上げた時にどんだけやっても下の傷が出てきちゃうんですよね。なので、この4000番でねしっかり傷を消してあげる。まあ分かりにくいんですけどね、あの傷が消えてるか消えてないかって。もう4000番とかになるとあんまりゴリゴリは削れないので、こう全体をね均等に削っていってっていう感じでやっていきます。本当はね、3000番で当てた方向と、直角方向で当ててあげると一番効率がいいんですけど、その傷に対して直角にペーパーが当たるので、それが一番効率がいいんですけど、こことかねもう幅が細すぎてそういう風にかけてられないんで、そういうとことかはねこう円を描くようにやってあげたりとかすると多少効率が上がるかなと思います。そしたらねこれを全体にまたやっていきます。はい、そしたら4000番かけてこんな感じ。さっきよりもねちょっとこの光る感じが出てきたと思うので、次6000番やっていきます。6000番はねちょっと僕紙やすのやつなくしたんで、これはラプロスですね。紙やすの交番手セットはね、あの基本ラプロスをスポンジに貼り付けたっていうやつなんで、ラプロスで代用していきます。でまた同じように、全部ね磨いていきます。はい、そしたら6000番も終了。ちょっとカメラだとねもうこの辺分かりにくいんですけど、まあ、実物で見るとね明らかさっきよりも綺麗になってるかなと思うので、こっから次8000番いっとこうかな。8000番いっときましょう。8000番ね、また同じように、全部やっていきます。はい、そしたら8000番かけてこんな感じになりました。またしてもねちょっとね動画だと分かりにくいんですけど、かなりね照明がちゃんと映るように映り込むようになってきました。この辺で見たら分かりやすいかな。照明がねだいぶ映るようになってきたんで、まあ、この後1万いこうかなと思ってたんですけど、もう1万飛ばしてコンパウンドいこうかなと思います。まあ、ちょっとコンパウンドかけてみて、ちょっとしんどそうだったら1万もかけてみようかなって感じですけど、まあ多分これぐらいやったらいけるでしょう。よし。でまあ使うのは3M のね、車用のコンパウンドですねを使って磨いていきます。で結構ねコンパウンドは物によっては結構落とし穴があって、そのコンパウンド自体にワックス成分が入ってるものっていうのが結構あるんですよね。でそのワックス成分が入ってるコンパウンドを使うと、まあ、こうやって磨いてる時は確かにツヤ出るんですよ。確かにツヤが出るんですけど、その後そのコンパウンド表面についてるコンパウンドを洗い流してそのワックス成分が流れると、あれ傷が戻ってきたってなることがねよくあるんですよ。なんでまあそれも考えて磨いてあげるか、もしくはまあワックス成分が入ってないコンパウンドを選んであげるかっていう風にしてあげると、こうよっしゃ磨いた OK って言って洗った時にあれってなるのを防げるんで、この辺ねまあ好みとかもあるとは思うんで、使い分け気をつけてあげるといいと思います。僕が使ってるこの 3M のやつは、ワックス成分が全く入ってないやつになるので、まあこれで磨いて表面の光沢が出たら洗い落としてもその光沢のまんまっていう感じになるので、まあ分かりやすいっていうのがあるので僕はこれを使ってます。あとまあ研磨力がね、模型用で出てるコンパウンドと比べて比べ物にならんぐらい強いっていうのもあるので僕はこれを使ってますね。まあ、なんせいつも言ってますけど僕飛び出し大嫌いなので、なるべく短い時間で簡単に終わらせたいんですよ。なのでそのために、研磨力が強いものを使ってるっていう感じですね。こんな感じでね磨いていきます。でコンパウンドかける時のちょっと一個、まあ、トリビアというか、小技になるんですけど、コンパウンドかけてる時ってコンパウンドの持ちが悪い時あるじゃないですか。
こう磨いてても全然コンパウンドが伸びないとか、すぐに磨けなくなるっていうことよくあると思うんですけど、あれって大抵この磨いてる時のこのクロスとこのボディとの摩擦で、この表面が熱を持って、その熱でコンパウンドが固まるっていうのがほとんどの原因なんですよね。なので、それでね、ちょっと効率が悪くてイラつくっていう時は、こうクロスにコンパウンドつけるじゃないですか。クロスにコンパウンドちょんとつけてで、これをボディにつける時にちょんと水つけてあげるんですよ。軽く水つけてあげて、で、その水ごとこうやってコンパウンドかけてあげるっていう風にすると、まあ表面がちょっと温度が下がるのと、あとコンパウンドに水分が補充されるんで、コンパウンドの伸びが良くなるので、削りやすくなります。ちょっとね、磨きやすくなるので、まあそんななくても平気だよっていう人は別にいいんですけど、コンパウンドの持ちが悪くて効率悪いんだよなって言って、もうちょっと効率よくやりたいって悩んでらっしゃる方は、こんな感じでやってあげるといいと思います。特にね、ワックスが入ってないタイプのコンパウンドは、ワックス入ってるタイプと比べると伸びが悪いというか、ワックス入ってるやつがワックス成分のせいで伸びが良くなるっていうのがあるんで、ワックス成分なしのコンパウンドでやると、そういうねとこが出てくるんで、そういう時はこうちょっと水をつけたりとかっていう風にしてやってあげると効率よくなります。で、今磨いたところ軽く空拭きしてあげると、こんな感じ、こんぐらいねツヤが出てればね、 F1 マシンとしてはもうバッチリですよね。あんまりツヤツヤすぎるのもね、まあ模型としては綺麗なんですけど、 F1 マシンそんなに綺麗じゃないので、まあほどほどでもいいと思います。はい、そしたらね、他全部全ての部分やっていきましょう。はい、そしたらコンパウンド掛けが終わって、こんな感じね、テッカテカに、ヌルテカになりました。ただまあこの状態でもいいんですけど、まあこの状態だとね、指紋がつきやすかったりとか、また傷がつきやすかったりとかするので、それの保護と、あと細かい傷、ちょっと磨き傷がまだ残ってるところとかちょっとあったりするんですよね。そういうのを、この表彰から出てるポリラックってやつで、最後きれいにしていきます。これはね、まあ長谷川のセラミックコンパウンドに近いんですけど、まああれよりも傷を埋めるのかな、これは傷を埋める効果が強いのと、あと表面にね指紋とかそういうのがつきにくくなるんですよね。なので最近はね、いつも最後にこれを塗り込むようにしてます。これをね、塗り込むと塗り込まないとで全然違うんですよ。こうやって軽く専用のクロスにつけて表面に塗り込んでいただく、ただこれだけですね、っていうのをやっていってあげたら、これでね、ボディの研ぎ出しは完成っていう形になります。ちょっとねカメラ越しだと違い分かんないと思いますけどね、明らかちょっと綺麗に一段階綺麗になる感じになるので、最後これを全体にかけて終わりにしようと思います。はい、そしたらね、あとはもうちょっと収録外でやっておきますんで、今回の、ボディの研ぎ出しの動画はこれで終わりにしようと思います。次は、フロアのカーボンデカールとかを貼って、で最後組み立てをしていくっていう感じになっていくんで、まああとちょっとで完成っていう形になりますんで、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。